岩手の起伏に富んだ大地と豊かな緑、人々の暮らしを潤す清らかな流れ、恵みをもたらす三陸の海、それらを彩る美しい春夏秋冬。岩手県には豊かな風土に寄り添いながら岩手ならではの食文化が育まれ、そして受け継がれています。先人の知恵と技に育まれ受け継がれてきた郷土食や岩手の豊かな食材を生かした料理、岩手県食の匠とは、郷土食などに優れた技術を持ち、その技術を伝承できる方として岩手県が認定した皆さんで、令和6年1月末で301件が認定されています。岩手の食の魅力の伝承発信に向け、郷土料理などの伝承活動や食文化の情報発信を岩手県内外で行っています。今回ご紹介するレシピはこちら、伝統餅料理です。岩手県の内陸南部に位置する一関市、比較的温暖な気候で古くから米の生産が中心であり、米が安定して栽培されてきました。一関市花泉町では、正月、節句などの年中行事はもちろん、もてなし料理として餅をつく習慣があります。こちらは花泉出前餅つき隊が行う出張餅つき、大黒舞を踊りながら餅つき体験を行っています。祝儀・不祝儀ともに3種類の餅が振る舞われますが、好みによっては多様な餅料理が供されます。また自家製の餅料理をご馳走することは最上のおもてなしと考えられてきました。今回は岩手県食の匠、花泉出前餅つき隊の佐々木康子さんに、認定料理伝統餅料理の作り方を教えていただきます。皆さんこんにちは、ナビゲーターを務める料理研究家の晴添恵です。今日教えてくださるのは、岩手県食の匠、花泉出前餅つき隊、佐々木康子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐々木さん、お料理のポイントはどんなところですか？お餅は柔らかいので、ついたらすぐ食べることですね。はい、ありがとうございます。それでは作っていきましょう。材料です。今回は数ある食べ方の中から3種類の餅を作ります。エビ餅は沼エビ 50g から 60g、酒醤油少々、ごま油小さじ1。ふすべ餅は鶏ひき肉 100g、ごぼう1/2本、醤油大さじ3、酒大さじ2、赤唐辛子少々、だし汁 180ml。 雑煮餅は大根 150g、人参 50g、セリ適宜、なると5切れ、鶏肉 100g、酒、醤油、塩は少々です。ポイントになる食材はありますか？どこの家にもある身近な食材を使うのがポイントです。まずはエビ餅から作りますが、何から調理したらよろしいでしょうか？はい、エビはね、さっと洗います。はい、洗ってからフライパンに油をひいて炒めていただきます。はい、今日はこれはもう洗っているエビですね。はい、そうですね。で、火加減は弱めの中火して、はいはい、では先に、はい、これを油を入れます。入れてください。はい、でごま油入ります。はい、はい、でエビが入ります。はい、じゃあ特にお願いします。はい、こちらのエビは沼エビということですが。これはそうです。はい、沼エビです。沼エビ、他のエビとはどういった違いがあるんですか？きれいなお水のとこで、はい、生殖しているので、うん、これ美味しいです。プチプチとして、色も濃くて、香りもすごく立ってきますね。はい、炒めたら、はい、お酒とお醤油を入れてください。お酒入ります。はい、お醤油も入りますね。はい、お醤油も入れてください。はい、はい、
はい、炒めるエビに絡めていきます、はい、これがエビ餅、これにお餅を入れてエビ餅になります。簡単ですね。はい、はい、これは簡単で美味しいんですよこれ。あ、じゃあこれを一旦取り出していきますか。はい、ここにお餅を混ぜるだけでいいんですね。そうですね、はい、これだけ食べても美味しそうですね。美味しい、酒のつまみに。じゃあお餅ちょっとね、切ってあげるね最初ね。はい、お願いします。初めてだからね。すごい、よいしょと。はい、はい、これをこちらを、はい、これで2つ分くらいですかね。ここ、はい、これが、うん、もうちょっと大きいからこのぐらい、もうちょっと小さこれくらい、そのぐらい、はい、ギュッとギュッとやって、そこからピュッと、はい、ここに入れてください。はい、入ります。ちょっと大きいですかね。ちょっと大きいね。はい、箱か。お、エビをまとってます。はい、はい、はい、いいです。今度じゃあエビ餅はこちらで完成。はあ、かわいい、彩りがいいですね。美味しそうです。次はふすべ餅を作っていきます。何からしたらいいでしょうか。ごぼうをするのからですね。ごぼうするんですね、はい、ごぼうはね、はい、こういうふうにしてこの皮付きのまますります。はい、ここにね、はい、ちょっとじゃあやってみてください。はい、はい、変わります。はい、はい、はい、これ普通の大根おろしの口金、ね、はい、でもいいですか。いいですね、はい、ごぼうするのって匠はいつも一人でやってらっしゃるんですか。そうですね、一人でやる。結構じゃあ量必要な時。量はそうですね、1本使いますね、はい、丸々1本、丸々1本、はい、立派なごぼうで半分、はい、うん、やっぱりごぼうはするのがポイントですか。ポイントですね。あの皮を取らないでとするのがね、はい、そうするとこう風味がよくと。そうですね。ではすりおろしたごぼうを今度は炒めていきます。はい、油が入りました。でごぼう入ります。すりおろしたごぼうが入ります。炒め具合はどれくらい炒めた方がいいんですか。ちょっと火が通るぐらいかな。はい、すりおろしてるから火が入るの早そうですね。はい、それでだし汁を入れてください。はい、じゃあここにだし汁が入ります。はい、柔らかくなりますね。うん、そしてひき肉を入れてください。はい、じゃあ早い段階でひき肉入れていきます。はいはい、じゃあまだだし汁が、ね、温まってないうちにひき肉。入れて、はい、ごぼうとなじませる。はい、ひき肉をこう潰すようにごぼうとなじませるんですね。これ今回ひき肉なんですけど、違うお肉の時もあるんですか。ね、よくね、あの田んぼなんかでね、はい、土壌が取れる時期になると、土壌で、はい、あの土壌餅っていうのが、はい、このごぼうに入れる。ごぼうと土壌は、はい、あの相性が合うのね、うん、で土壌餅っていうのは美味しいよ。土壌、うん、土壌は取れたらどうやって調味するんですか。焼くの。土壌を焼いて、はい、あの粉にするの、はい、砕くの、はい、うん、骨あるけども砕けるから、はい、砕いたらこれと同じように、はい、すりおろしたごぼうと一緒に、すりおろしたごぼうに、はい、あの土壌の、うん、細かくしたのを入れて、味は同じ。じゃあお肉の方に火が入ってきましたね。うん、味をして。味をつける、はい。何から入れましょうか。そっちお酒。お酒。はい。でお酒入ります。そしてお醤油。はい。お醤油入ります。うん、でちょっと煮詰めますね。はい、これ絶えずこう潰すように炒めた方がいいですか。うん、これね、はい、あの
鶏肉の方の油が溶けて、じゃあここで赤唐辛子一つまみ程度、はい、そのぐらいでいいです。これぐらい、はい、少々。これが入るとピリッと、ピリッと辛くて、盛るときはこれを一つぐらいつけるの。あ、いいですね、ワンポイント、うん、これでいいですね。 OK、 はい、じゃあ赤唐辛子入れてからはそんなに火は入れず、あとは入れなくていいです。エビ餅同様につきたての餅をちぎって入れて出来上がり。次は雑煮餅を作っていきます。はい、はい、何からしたらいいでしょうか。それでは鶏肉を入れてください。はい、そして鶏肉が入って出汁を取っていきます。出汁を取りますね。はい、で煮立てますから、はい、でちょっと火を強くします。ちょっと強くしてちょっとかき回してみて、はい、でお雑煮の材料なんですが、はい、この大根と人参の千切りしたものですね、はい、これは花泉の方ではおひきなっていうのね、はい、おひきな、大根と人参の茹でてこう絞ったもの、はい、あのこのおひきなをこのお椀にきれいに入れて、はい、これねこのぐらいこうやって、はい、これをこう乗せて、はい、この辺、うん、はい、とこれとあとお餅をこっちに入れるからね、はい、ナルトとセリ、はい、入れて混ぜます、はい、で鶏肉の方が煮えてきましたが、はい、そしたら味をつけてください。はい、お酒、うん、はい、じゃあお酒入ります。はい、お醤油を入れて、お醤油も、はい、一旦これ全部入れます、はいはい、入れた後から味見ます、はい、お塩を少し入れてください、はい、お塩少々、はい、これも後で調整をします。ちょっと味見てください、はいはい、お願いします。じゃあ味見していきますね、はい、ちょっとごめんなさい、はい、どうですか。もうちょっと入れた方がいいね。もうちょっとお醤油、うん、はい、じゃあちょっとお醤油足して、はい、あとはいいと思う、うん、OK。 つきたての餅をちぎって入れつゆをかけて出来上がり。それではいただきます。いただきます。失礼します。じゃあ先にエビ餅から。食べてください。うん、もう香りが美味しいですね、はい、いただきます。うん、ゆっくり食べてみて、うん、エビすごい、うん、美味しいです、ね、細かいから美味しいでしょ。うん、あ、すっごいエビ濃厚ですね、うん、すごい美味しいです、うん、はい、もう次々食べたくなります。次こちらですね、ふすべですね、ふすべ餅をいただきます。こちらはこちらでごぼうが効いてて、うん、優しい感じですね。すごい美味しいです。まあ赤唐辛子がちょっとピリッと、うん、これが効いてるのも味が締まって美味しいですね。うん、佐々木さんもよかったら召し上がってください。では私もふすべを食べてみます。はい。いただきます。うん。今日の出来栄えはいかがですか。うん、美味しいですね。これまで食の匠としていろんな料理教室ですとか活動、普及活動されてると思うんですが、今後の岩手の郷土料理がどのようになっていったらいいなとお考えですか。そうですね、で怪獣でお餅っていうのは好きで、はい、フランスとか、はい、それからベトナムなんかにも行っても、はい、もうすごい人気なんですよ、餅餅っていう、はいはいはい、うん、だからそういうふうに世界中に広めて、はい、そして日本の人がお餅をもっと食さないとダメなので、はい、そういうことで広まるように出前餅っていうのをやってるんですよ。薄きね全部持っていくんです。それで具も全部持ってって食べてもらうっていうのをいいですね、うん、やって今広めてます。あ、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします、はい、よろしくどうぞお願いいたします、はい。佐々木さん、今日は美味しい伝統餅料理と貴重なお話、大変ありがとうございました。いいね、どうもありがとうございます。今回のレシピの振り返りです。材料レシピを再確認しましょう。また他にも食の匠認定料理があります。
詳しくは岩手県食の匠のホームページをご覧ください。